はい、皆様おはようございます。キースジャガーです。2020年2月1日土曜日6時56分です。おはようございます。ドライブの予習を見ていただいている方はご無沙汰しております。まだ霞漁港に行った時の動画まだ編集してなくてですね、1月10日ぐらいのやつなんですけれども、ごめんなさい、ちょっとダラダラやらせていただいて一向に動画上がってこないなみたいなことですいません、お待たせしております。はい、今日は、2020年1月29日に新たに開通する区間ちょっと走ってみたいと思います。この区間が阪神高速に新たに追加されたことによって劇的に渋滞や事故が減ると思うんですよね。劇的にですよ。ちょっと今からね、20分ぐらいまだかかりますわ。嫌やったら早送りしてください。特に別段今申し上げることは何もございません。雑談でしばらく行きますので。で、何を紹介するかと言いますと、2020年1月29日の午前4時、明け方の4時にもう開通しておるんで、私が初めて通りますみたいなことではなく、もう世間の皆さん通られておるんですけれども、16号大阪高線今から行きます。今ね、4号の湾岸線、4号の湾岸線を堺の大浜から3号の間走ってて、これ南港を越えて、で南港ジャンクションで神戸方面に行くのと、神戸方面に行くのが5号の湾岸線になり、そして南港ジャンクションから大阪市内の方に向いて走る環状線向きのやつが16号大阪高線というのになります。で、その16号大阪高線から直接、森口線と池田線に、近い方というかね、環状線ぐるっと今まで1周以上回らんといけんかったんですよ、池田線と森口線というのは。だから16号大阪高線のルートで行ってしまうと、淡沢を越えて環状線に入って13号東大阪線の方に行かずに環状線ぐるっと回って、でそこから丸一周ぐるっと回ってきて、やっと、ね、左側が池田線、右側が森口線ですよみたいな、森口線じゃないんやけど、まあ環状線で森口線方面に行くのは右ですよみたいな、そんなことが今まであったんですが、それが一周回らなくても環状線に入らなくてもっていうか、その16号大阪高線から直接そのショートカットしてというか、わずか 100m 200m でその一周回って5分かかるよみたいな、その環状線を1号の環状線を一周回るっていう労力を、その数百メーターの接続道路で一発で終わるんですよね。あれのおかげで環状線を一周しないかんから言って、環状線に用事がなくて森口線とか池田線に行きたかった人らが直接行けてしまうがために、環状線にむやみに並ばなくてよくなりますよね。だから環状線の出口出たいとか、堺線に行きたい、松原線に行きたいとか、そういう人はぐるっと回られても、環状線回られてもいいんやけれども、池田線とか森口線の人はね、松原線とか堺線とかわけじゃないから、そのぐるーっと無駄に一周しないかんねやったら下ろしてほしいなと、ここで下ろしてくれみたいな、そういう意味で16号大阪高線は今まで波よけ出口で降りて、道島入り口かな、下道をちょっとややこしいんやけれども、迷子になるけれども、まあ下道を走って渋滞する中、信号がいっぱいある中、橋渡って川渡ってみたいなこともあるから、看板を1個でも見逃すとたどり着けなくなってしまうんやけど、次の入り口にね、そういう使い勝手の悪い乗り継ぎ方法やったら、16号大阪高線から森口線へ行こうみたいな、そういうルートは今までもあったんですけれども、それはもう現実的に使い物にならんと、
まあそういう感じやったんですけれども、新たに増えたそのあれなんていう名前やったかな、信濃橋じゃないわ、土佐堀じゃない、なんやろ、なんとか連絡橋みたいな名前がついてたと思うんですけども、それが、今日は2月1日なんですけども、1月29日の時点でもう朝の4時から開通しておったと。それをすっかり忘れててね、すっかり忘れとったんですわ。通る用事 ないことなかったんやけれども、すっかり忘れとったので、16号大阪高専行かずに堺線で行ってみたいな、堺線で行った場合の出口がちょうど、ね、堺線の終点にあたるその環状線の部分が新たに大阪高専のその連絡橋みたいなところとつながるというか、連絡橋がもうちょっと先なんですけれども、そういう使い勝手なもんで、そんなものがあるんだったら堺線わざわざ行かなかったなみたいな、すっかり忘れとったわ。でちょっと今日通ろうかなと思って積み込み終わってたんですけれども、夜明けがね7時、こうやってね今7時2分やけれども、夜が明けないと真っ暗で撮るとね、画質むちゃくちゃ悪くなるんですよ、カメラの性能がもう一つやから。なもんでちょっとでも明るくなってから撮影しようかということで、夜が明けるまで30分ほど待ちました。で撮影しております。はい、ごちゃ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 行き当たりばったりで喋ってても、とりあえず南高ジャンクションまでは来ましたと。この右側2車線が神戸方面に行く5号湾岸線ね、ユニバーサルスタジオとか行くのも5号湾岸線右側行ってください。で大阪市内の環状線方面っていうのはこちら16号大阪高専、今までは制限速度80キロやったんですが、この辺りかな、もうちょっと先かな、60キロに制限速度落ちますのでご注意ください。大阪高専は80キロではないですよ、60キロですよ。はい、16号大阪高専看板見えましたね。で左側に見えておるスロープ、あれが南高北の入り口ですね。南高北の入り口へ入って合流してくる車が登ってまいります。で前方に見えておる赤い橋、港大橋と言います。この港大橋上下2段になってまして、まあ、上の段が、16号大阪高専、下の段が、5号の湾岸線になってるかと思います。でもうこの橋渡りきったところで分岐して 左側にぐーっとカーブして神戸方面行くのが5号湾岸線で、まあ、同じように左にカーブはするんですけれども、天保山ので出口を越えたあたりでもう一回右に曲がって東向きになるのが16号大阪高専と。で我々はこの上の方16号大阪高専を走っておりますということで、この橋の今走ってるこの真下2階建てになってるんですけども、下の階は5号湾岸線で神戸方面に行くんでね、上の段はもう上に道路がないので空が見えておってちょっと見晴らしがいいかなみたいな、ちょっとでも高いしね、景色がちょっといいかなぐらいの感じです。およそ1キロ先、分岐を左方向です。はい、港大橋真ん中を越えますと今度急な下り坂になります。この下り坂は雨が降ったりするとしょっちゅう事故しておるのでご注意ください。左がきついのみならず、左に大きなカーブがあります。これも別に事故しないかんぐらいのカーブでもないんやけれども、雨が降って不慣れな人が急なハンドルとかブレーキとか踏んだりすると壁に突き刺さってみたりとか、そういったことしょっちゅう見られますのでご注意ください。制限速度60キロ。はい、こちらが一番右車線が天保山出口です。天保山出口、
はい、ここから50キロになります。なぜかと言いますと、今出口ありましたが、天保山出口あるからには天保山インターの入り口合流もあります。右から天保山入り口合流してまいります。それと同時に左側から合流してくるんですよね、北方の方からね。5号湾岸線走ってた車が16号大阪高線でこの左から合流してきます。この左の合流と右の、天保山の入り口の合流と2つの合流が右と左同時に来るので、ここは大変危険な区間ということで60キロから50キロに制限されております。でカーブもね、こうやって連続してくるんですよ。右に曲がって左に曲がってみたいな、こんなんがね、危ないんですよね。だからご注意ください。別に50キロじゃなくても、例えば80キロとか100キロでも曲がれないカーブではないんですけれども、スピード的に曲がれないよっていうんじゃなくて危ないんですよ。この旭塩橋のパーキングでもそうですけれども、こうやってね合流してこようとするでしょ、左から。なので危ないんですよね。入り口と出口が連続して来てみたり、合流区間がいっぱいあったりとかするの でただでさえ右左にカーブが連続すると危ない区間なので50キロでした。ここから60キロになります。16号大阪高線東行き、大阪環状線向き、1号環状線向きですね。制限速度ここから60キロです。7時08分。今日はね、土曜日なので7時08分でもガラガラなんですよね。まあガラガラでもこれぐらいの交通量はあるっていうことです。日曜日やったらもうちょっと少ないかと思います。もうちょっとというか半分以下になると思います。今見えておるトラックが日曜日は出勤しないっていうことがあるので、乗用車だけになるともっと減ると思いますが、はい、間もなく波よけの出口で、波よけの出口、今看板ちょっと読めなかったかもしれませんけれども、波よけの出口を降りて、その道島かな、環状線の道島入り口かなんかに入って、そこからもうすぐ何百メーターか行くと、森口線、12号森口線に入れるよということで、これ道島入り口に乗り継ぎができますということで、その乗り継ぎしたい方は波よけ出口を降りてで降りたその料金所で乗り継ぎ券発行してねみたいなことが ETC になる前の時代はしょっちゅう行われておったというか当たり前にされておったんですが、もう今 ETC なんで乗り継ぎあんまり関係ないですね、距離料金なんでね。はい、まあそれはいいでしょう。波よけ出口過ぎました。制限速度60キロ、7時09分過ぎてるので、そんなに時間経たずにどんどん先に進めます。開けてきたね。今日は天気はいいんですが寒いんですよね、ものすごく。やっぱ2月入ると急にもう、まあ2月1日なんですけれども急に寒くなりましたね。朝が寒いんですよね。昼間の気温そんなに変わらないんですけど、最低気温がものすごく低くなりましたね。2020年の2月の1日土曜日です。7時10分、現在16号の大阪高線を走っております。この合流は本殿の入り口かな。本殿と書いてます。右から合流してまいりますのは本殿入り口から上がってくる車です。こっちが右側から合流なんで、左からじゃないんで、追い越し車線かっ飛ばしてる方ご注意ください、危険なので。はい、本殿の入り口を過ぎますと西長堀の出口がございます。西長堀出口は左手にございます。
はい、西長堀出口です。16号大阪高専もうそろそろ終わります。まもなく終点、この阿波座を越えたあたりから1号の環状線になります。注意してください。はい、阿波座出口降りられる方は一番右車線、この4車線見えておる一番右車線が阿波座出口です。数百メーターしかないんで、あの阿波座で降りたい方は急いでキュッと寄ってください。で、右から2番目車線が、まあ、1号環状線行く車線が主ですね。で、私の一つ右車線ぐらいにおる車が主に、あの13号東大阪架線にまっすぐ直進で行かれる方、そしてこの一番左側、ここが新しくできた区間です。池田森口と書いてますよね、これ池田森口ね。これが新しくできました。2020年1月29日、午前4時から開通いたしました。西千葉ジャンクションで、環状線に降りていきます。1号の環状線、この先合流があります。今までは阿波座越えて環状線入ってくるっと一周しないと来れなかったんですが、このわずか数百メーター、ね、あの10秒20秒で終わるこの区間を降りてくるだけで、もう池田線が目の前に。注意してください、その先合流があります。注意してください。はい、土佐堀出口の手前ですけれども、こんなところに出るんですよ。まもなく分岐を右方向です。今までは環状線ぐるーっと一周回ってきてやっとここやったんですけれども、大阪高専から わずか10秒か20秒かそんなもんで、ね、数百メーターということで降りてこれます、こちらに。で、池田線が左側、右側は環状と書いてありますが、環状線曲がってすぐ左手にみんな合流っていうか、あの車線変更していくと思います。ここまで回ってきた車の、目的っていうのが、大概森口線に行きたいからこっちまで回ってきてるんだよっていうことなので、この先ほとんどの車が左に流れていくと思います。ほとんどの車って目の前に3台しかいないんですけれども、空いてますよね、土曜日の朝ね。はい、私も左に指示器を出し、これ池田線の終点からこう環状線に入ってくる車が左側いっぱいいるんですけれども、ちょっとごめんねって言いながら、ごめんごめんって言いながらこう左に寄っていくと、まもなく分岐を左方向です。堂島の入り口はもう過ぎたかな、過ぎてないかな、過ぎたな、堂島の入り口は。はい、1号の環状線北浜出口越えてすぐです。12号の森口線、阪神高速12号森口線、右側3車線は1号環状線です。この一番左側から2車線、この部分が12号森口線、ここから始まります。今日は森口線終点まで全線走ります。森口線は制限速度60キロです、まあ、トラックとかはね、あの飛ばしてる車は90キロぐらいで走ってますけれども、制限速度60キロです。ああ、50キロやな、ここはしばらくねカーブが続くんですよ。50キロです。しばらくカーブが終わったら60になりますんで、50キロで辛抱してください。大木町の出口、まだ50キロです。カーブがしばらく続くんですよ、まあまあきついやつが。曲がれないことはないんですが、十分に速度を落としてあげてください。スピード出てても曲がれるんですけれども、50キロって、ね、決められてるんで50キロは守りましょう。今のが大木町入り口なのかな、多分ね。はい、大木町の入り口越えますと、今度
長良の出口、長良出口、長良の出口を越えました。宮古島のあたり、宮古島区のあたりですね。今阪神高速12号森口線、森口方面行き、京都方面行きですね。制限速度が50キロから60キロになったかな、ちょっと見逃しましたけれども、もう60キロで走ってもいいんじゃないかなと思いますよ。まだかな。後ろのレクサス線踏みながら来るね。線踏みながらしか走られへんやったら右走らんかったらいいのにね。上手じゃないんだから。軽自動車にビターと引っつかれながらレクサス走っておりますけれども、はい、制限速度60キロですね。どこからかは知りません。とりあえずこの区間、今走ってる区間は60キロということです。追いついてしまったね。この何する車かな、これ。特殊車両みたいなやつ追いついちゃったね。生コンのあれか、セメントを運んでるやつかな。時間帯の通行帯、森口線もございます。松原線とか池田線、どうやったかな、池田線もそうやったかな。松原線と境線と、あの辺りは確実にそうなんですが、23時から6時までの時間、その深夜時間帯に当たる部分ですけれども、右側車線を主に大型トラックであるとかトレーラーであるとか、右側を走ってくださいと、で左側は一般の車が走ってくださいみたいな通行部分になっておりました。はい、森庄寺出口、森庄寺出口、国道163号線に出ます。森口市内とか、大阪市旭区とか鶴見区の方に行きたいとかいう車は、今の森庄寺で降りてください。ちょっとね、カメラ途中で切れたら嫌やから、21度で今クーラーかけててめっちゃ寒いんですよね。ジャンパー着てるんやけど。はい、急カーブが続きます。めちゃくちゃ煽ってくるね、この汚いセメント。スピード違反であれ捕まえないかんね。左からあえて右行ってるでしょ。まあまあのスピードで走ってるんですよ、これ。言わへんだけでね。だからあのセメントが何キロで走ってるかっていうことを言うと、60キロではありません。90近く出てると思います、多分。阪神高速12号森口線、森口京都方面行き、7時21分、通行帯のお話しましたね。なんで右側大型で左側乗用車かというと、
これね、終日にしてほしいんですよ、時間帯区切らずに。しばらく先遠く走っておる、コンテナのトレーラーとかでもそうなんですが、ああいう12メーターとか16メーターとかああいう車が左側を走りますと、入り口から入ってこられる合流する車が16メーターの壁みたいなのが立ちはだかられると、入り口合流できなくて行き場失いますよね。速道のその滑走路がね、その1キロも2キロもあるわけじゃなくて、その100メーター200メーターしかなくて、その短い区間でその60キロの速度まで加速して、で本線に安全に合流するみたいな、そういうことが大型、我々みたいな大型車が左側を走ると、その入り口合流する車の進路妨害に なりかねんと。で、いや夜とかは特に危ないので、大型車はもうそんなんでね、合流する車が急に来たからって言って急ブレーキ踏むわけにもいかんし、で右に急ハンドル切ってみたら右側に車がおったとか言ったら、もうそれでたちまち事故やから、そんなことにならんがために、初めから右側走りなさいよみたいなことで、この通行帯が23時から6時まで、そういう意味合いじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そういう意味合いであればもう終日にしてほしいですけどね。制限速度守って走っておりますと。で、追い抜きかけたい車は追い越しは本来右からするものだからということで、右側をバン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 こうやって行くでしょ。ではなくて、そのゆっくり走るトラックも右側を走らせてもらって、左側合流区間があるんであれば左側をなるべく開けてあげると。乗用車ね、そのクラウンとかでも5メーターぐらいしかないでしょ。そんなんやったらちょっとブレーキ踏んだり、ちょっとアクセル踏んで加速したりしたら、合流スムーズに行くじゃないですか。まもなく大型車十何メーターで、その急ブレーキも急加速もできへんような車が左側走って、立ち塞がってしまうと、合流する車が加速できないというか、もう止まらないといけなくなってしまったりとかするんですよね。その逆もしかりです。合流する車がもたもた入ってきた時にこっち急ブレーキ踏んで、後ろ追突されるみたいなこともありうるんで、はい、森口ジャンクション、こちらから近畿道行けます。近畿道にご用の方は、森口ジャンクション出てください。はい、森口線終点、ここで阪神高速森口線終点となります。この先は国道1号線です。この左からの合流は一般道、大阪中央環状線からの一般道からの合流になってます。国道1号線制限速度60キロです。市内はしばらくこうやってバイパスみたいになってるんですけれどもね、寝屋川を抜けて枚方を抜けて京都府の八幡市とかを抜けて、で、まあ、京都市内にこのまま行けば入っていくと。でこの1号線というのはずっと最後の最後まで行ったら東京まで行く道路であるということですね。国道、大きな国道です。
30分か。切ろうか、動画ね。ご視聴ありがとうございました。阪神高速の紹介できたんで、もう一般道いいですね。切ります。ご視聴ありがとうございました。